とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強防具ランキングやっていきます。アップデートがありまして、結構環境が変わっちゃいました。今回の最強防具ランキングですけども、一つ目、雑魚戦での強さ。二つ目、ボス戦での強さ。三つ目、使いやすさ。これを5段階評価して決めております。それでは、行ってみましょう。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは、最強防具ランキング第5位からいきます。第5位は、軽快な亀の防具ですね。これ、評価としましては、雑魚戦での強さ3、ボス戦での強さ3、使いやすさ3ですね。まず亀の防具、ものすごい耐久力があります。 25% の回復ブースト、そして 35% のダメージ軽減ですね。でユニークスキルでヒット後のブースト速度ありますけども、そこまで速度は上がりません。でも緊急回避ぐらいにはなりますので、まあ使っていけるんではないでしょうか。ものすごい高耐久なんだよね。ただし攻撃性能は全くないので、使う場所はちょっと選ばないといけないかもしれません。でこの亀の防具を使うにあたって絶対必要なエンチャントがあります。それが2つ、クールダウン。クールダウンはもう全部の防具に必要なので言うこともないでしょうけども、もう1つヘルスシナジーですね。このヘルスシナジーがプラス 25% の回復をすることができます。それでね、すごい耐久力になりますので、ぜひともクールダウン、そしてヘルスシナジーがついた亀の防具探してみてください。結構強いですよ。それでは第4位いきましょう。最強防具ランキング第4位は、輝くローブですね。評価としましては、雑魚戦での強さ3、ボス戦での強さ3、使いやすさ4ですね。今回のアップデートで、カバンビルドが結構弱体化しました。だけども、まだまだ使っていけるのではないでしょうか。ただ、この輝くローブ、防御性能はないです。防御は全くないので、範囲が狭くなったカバンビルドを使うにあたってはちょっと注意が必要になってきますね。そしてこの輝くローブ、もともとクールダウンがついてますので厳選しやすいです。初心者の方でも集めやすい装備となると思いますので、今回第4位という風にさせてもらいました。それでは第3位いきましょう。最強防具ランキング第3位は、勇者のアーマーですね。これ勇者のアーマーでも英雄のアーマーでも変わりません。性能はほぼほぼ一緒ですね。まあ、とにかく耐久力が高いです。 35% 軽減がついてますし、ポーションのクールダウンマイナス 40%、 これがね勇者のアーマー限定のスキルとなってます。無限ポーションバリアを使うにあたっては、まあ勇者英雄、この2つは絶対必要ではないでしょうか。高難易度のデイリーに行くにあたってはこの勇者のアーマーはかなり役に立ちます。ただ無限ポーションバリアが結構難しいです。慣れたとしても結構難しいので、勇者のアーマーは上級者向けの防具だとは思います。あと厳選も結構難しいです。クールダウンとポーションバリア、この2つが入ってないとちょっと使いにくいので厳選は難しいですね。はい、勇者のアーマー評価ですけども、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ4、使いやすさ3となってます。それでは最強防具ランキング第2位に行きましょう。第2位の防具は、ウィザーのアーマーですね。ウィザーのアーマー、耐久力めちゃくちゃ高いです。
35% のダメージ減少、そして 6% の HP 吸収、さらには魂の 50% 回収、これがついているので、防御性能、そして回復性能抜群です。なので初心者の方にもこの防具はすごく扱いやすいのでおすすめです。まあ必要エンチャントもクールダウンがついてればそこそこ使っていけるのではないでしょうか。で、怒りを使うのであれば毒フォーカスで、カバンも 6% 吸収で回復できるので雷フォーカスを入れて使っていくっていうのもありだと思います。評価としましては、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ4、使いやすさ4ですね。ここで番外編です。ミステリーアーマーは最強の性能を持つ可能性があります。ただし厳選が難しい、いや難しすぎる、ほぼほぼ無理じゃないかなと思うこともあるんだけども、一応最強になる可能性は秘めてますけども、ランキングには入れておりません。それでは最強防具ランキング第1位に行きましょう。第1位の防具は発光するイカの防具ですね。評価としましては、雑魚戦での強さ5、ボス戦での強さ2、使いやすさ5ですね。今までもこれ1位だったんですけども、ちょっとね評価は変わってきてると思います。それがスポンジストライカーの修正ですね。あれが修正されて、ボスと殴り合って戦わなきゃいけないので、ボス戦では、全く使えない防具ではないでしょうか。ただし雑魚戦では一番使えると思う。それが無敵バブルビルドだね。やっぱバブルで倒すと、めちゃくちゃ早くいけるので雑魚戦ではいいと思います。ただし変更が来たら、装備を変えましょう。まあ、そのためにはソロプレイっていう必要があるんだけどね。ソロプレイで、装備を変えるときは時間が止まるので、ソロプレイで使っていきましょう。マルチで、無敵バブルを使うとちょっとね落ちやすいんだよね。落ちやすいし重くなるので、マルチでのイカ防具はちょっと使わない方がいいかなと思います。まあ、ただソロ用として高速周回とかには向いてるので、ソロ性能は抜群だと思います。はい、ということで今日は最強防具ランキングやってみました。アップデートで結構環境が変わっちゃって、近接が、結構強くなってきてるとは思います。はい、まあ、とにかくまだまだ厳選は俺必要になってますので、どんどんやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。